どうもこんにちは、皆様一着選手でございます。さあ今節はスケさん杯ということでございまして、スケさんうどんというのはですね、福岡の、人気うどん店でございまして、全国の皆様はねちょっともしかしたらわからないかもしれないですが、もともとは北九州のうどん屋さんでございましてね、私も出身は北九州ですんで、よく通ってたんですけども、スケさんうどんの特徴はね、なんといってもね、とろろ昆布が入れ放題。このとろろ昆布を入れればね、うどんが最高に美味しくなるんですよ。ただですよ、うどんだけではなくね、私のおすすめはカツ丼でございます。もう学生時代はね、スケさんうどんに行けばですね、もうちょっとうどんではなく、このね10代のお腹を満たすためにはね、もうカツ丼が必要だったんです。このね、スケさんのカツ丼もまあ最高に美味しいんですけども、今節はそのスケさん杯ということでですね、ありますが、なんと私前節、5770円の配当をですね、的中させました。ですからまあ今節もですね、このスケさん杯もスケさんのメニューと同じようにですね、美味しい配当をですね的中させたいと思っております。それでは優勝戦のメンバーです。1号艇平高奈々選手、2号艇羽野直也選手、3号艇吉田一郎選手、4号艇大神浩二選手、5号艇香川元子選手、6号艇中村亮太選手ということで、2号艇の羽野選手と4号艇の大神選手が地元の選手ということになっております。それでは優勝戦1着先生の予想はこのようになっております。平高選手記録万全で逃げ切るということでございますが、とりあえずですね、ちょっとコースは枠なりを想定したんですが、ただこの6号艇に、中村亮太選手、くせ者ですからね、優勝戦もし、コース動くことがあればですね、4号艇の大神選手とかもですね、もう入れたく、地元ですんで入れたくないと思いますんで、ちょっとコースどうなるかわかりませんけども、とりあえずは枠なりを想定しておりまして、まずは平高選手がですね、記録万全の逃げ切りということで、準優勝戦もですね、ちょっとコースがですね、いいんだったんですが、深くなったんですけども、6号艇の前付けによるですね、ただそこでね、まあ2号艇にまくられるかというところもあったんですが、しっかり、インから持たしてですね、1マーク回ればもうあとは独走ということで、かなり平高選手のエンジンはいいと思いますので、まずは1号艇の平高選手の逃げ切りからということでございます。そして2、3着の中心はですね、6号艇の中村選手、この中村選手もですね、まあ2着だったんですが、かなりですね、直線もよく、あとはですね、回り足近辺も非常によく見えましたんで、この中村亮太選手の、2、3着は中心にして、6番から2番、4番、5番で折り返しております。そして狙いの方ですが、狙いはですね、先ほども言いました、このね、もうかなり足は良さそうなのが、この6号艇の中村選手、あとそれとですね、この4号艇の大神選手も、昨日準優勝戦、1周の2マークですね、もう外を回って、出口あたりですね、ターンマークの出口あたりはかなりいい感じに見えますので、この大神選手、それと、あとはまあ香川選手もですね、昨日1号艇の羽野選手を3コースからまくっていってですね、しっかりサイドがかかってですね、2着キープということで、気配いいのはですね、4番、5番、6番、羽野選手もですね、もちろんその香川選手の攻めを受け止めてますんで、結構いいと思いますが、一番いいのは私ですね、平高選手ですけども、それを除けば6号艇の、この中村亮太選手、そして4番、5番のね、大神選手、香川選手じゃないかなと思います。平高選手の次には中村選手と思いますんで、ここ狙いとしましたらですね、その中村選手と、あとはですね、この地元の4号艇、大神選手ですね、この、両者の1着から、2、3着にはですね、1番の平高選手から、羽野選手の2番と、それと、大神選手の4番、そして、香川選手の5番、ここを折り返して狙っていきたいと思います。さあ、スケさん杯優勝戦ですけども、これ結構ね、美味しい配当になるんじゃないかなと思いますんで、はい。ぜひちょっと狙ってみてください。私はこれ当たれば、前節から2連勝となりますんで、ぜひ当たってほしいと思っております。1着